自分のスタイルに合ったマカンを探してほしいのですね。車マイスター元でございます。今回お届けする動画はこちらでございます。さあ今回はですね、ポルシェセンターみなとみらいさん、こちらに来ております。こちらではただいま中古車、認定中古車ですね、こちらを並べてあるんですけども、なんとなんとマカン、こちらが初代前期型、そして中期型、そしてマカン3といわれる最終型ですね。この3台が並んでたんですね。ちょっとそれでは、まあ、どんな風にマカンが進化していったのかをですね、5分でまとめたいと思います。さあそれでは行きましょう。まずは初代マカン、こちらですね。顔こんな感じですね。ちょっとこの辺がですね、キティちゃんっぽいんですよね。見えるかな。そうそう、それでは中見てみましょうね。こちらちょっとね、オプション入ってますけどね、こんな感じですね。さあこのようにやっぱここですよね、ナビ周り。こちらはクラリオンですね、クラリオン製のツーディンタイプのナビが入ってるんですね。まだ PCM という新しいシステムではないんですね。そしてこのようにボタンがいっぱいある操作系なんですね。うん、しかしこの革すごいですね、赤。うん、かっこいい。さあそして後ろはこんな感じ、このようにライトが離れてるんですね。これマカン S ですね。そしてマフラーは S なので左右2本だし、このマカンは、まあ、走りという点では一番じゃじゃま、まあ、チャキチャキなんですね。まさにスポーツカーを SUV にしてみましたっていう感じなんですね。うん、走りはいいと思います。続いて1回マイナーチェンジを行った中期型ってやつですかね。顔つきこんな感じですね。ちょっと白と黒でね、だいぶイメージが変わってきますけども、こちらもそうですね、ちょっとキティちゃんっぽいですよね。さあそして、まあ、バンパー周りがだいぶ変わってますよね。あとヘッドライトですね、こちらちょっとオプションの LED ヘッドライト入ってますけど、マトリックスですね。ここから4つ目になったんですね。そしてサスペンションの形状は同じなんですが、素材が変わったんですね、ちょっと軽量化されたみたいですね。内装見てみましょうね。さてさて、運転席周りはほとんど変わってないですよね。ところがやはりここですね、 PCM というコネクテッドの新しいインフォテインメントになったんですね。そしてここはボタンがいっぱい並んでる感じですね。だいぶすっきりしましたよね。そして、後ろはこんな感じ。ライトがつながって一直線になったんですね。こちらマカン。まあ、標準グレードなんで、左右の一本だし。こちらはだいぶ初代に比べて、まあ、前期型に比べてですね、走りが落ち着いた感じなんですね。ちょっと大人になったマカンって感じですかね。でもスポーツカーですよ、やっぱり走りはすごいです。さあそしてこちら最後、後期型、一番新しいモデルですね。マカン3なんて言われてますけどね。だいぶ顔つき変わりましたね。ここですね、この辺ですね、黒の縁取り、ちょっとカールおじさんみたいですけどね。だいぶかっこいいですね。ヘッドライトも変わりました。一番4つ目なんですけどね、ちょっと洗練になりましたよね。
こちら20インチのオプションが入ってます。クレヨンのボディいいですね。さあ中は、運転席周りはさほど変わってないんですけども、やはりここですね。こちらモニター大きくなりました。こちらも PCM ですね、最新のインフォテインメント。そしてこちらボタンなくなっちゃいましたね。かなりスッキリしました。ここは液晶で、まあキーを入れるとボタンが出てくるんですね。いやー新しいですね。いいですね。そして後ろはこんな感じ。これってやっぱ繋がってるんですね。でもちょっと若干形状変わってますよね。そしてこちらですね、ディフューザーになったんですね。だいぶリア周り変わりましたよね。マフラーは左右の一本だし、かっこいいじゃないですか。いやこちらはもう熟成に熟成された最終型ですね。ガソリンモデルの最後なんて言われてますけども、やはりマーカンは初期型、中期型、そして後期型、どんどん熟成がするに従って走りもだいぶ落ち着いてきちゃったんですよね。よってやはりもうポルシェのチャキチャキっていうのであれば、やはり前期型、そしてちょっとチャキチャキすぎんな、少し落ち着いた方がいいかなということでしたら中期型、そして、まあ、最後しっとり乗れるスポーツカー、これがマカン3なんですね。こちらはぜひ試乗して自分の好み、自分のスタイルに合ったマカンを探してほしいのですね。こちらではポルシェセンターみなとみらいさんですね、こちらではこのように全て揃ってますんでね、ぜひとも自分の好みのマカンを探してもいいんじゃないですかね。さあ最後までご覧いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。おさようなら。